藤浪さん3話目コメント、えー、とい3話目の藤浪さんのコメントに移りまして大丈夫ですかさすが素晴らしいですねもう本当に忘れてますからねこれ <laughs>、えー、力道山対木村正樹戦の絵の藤浪さんのコメント、うんうんうん はい、憶測や裏のことを抜きに、純粋にプロレスとしてみると、ちょっとあれだよねという回のコメント欄に集まったコメントです。ねはいはいはい、タイトルですね、はい、私の、うん。プロレス版のあれ、プロレス版のあれってどういうことですか、ね、えー、これなんだろう、プロレス版あれ、うんえー、ユーザーネーム原田リーダさんのコメントですか。な、うんだろう、これちょっと記憶ないですね。<coughs> 木村、木村の寝技、あ、次コメントありまして、はい、木村の寝技っていうの、得意技は柔道着を使わない腕、絡み、アームロック。これは試合で決まり手として代名詞の外刈りより多いぐらいで、また当時の柔道家でも山口敏夫はじめ力道山に体格勝る相手も何人かいたので、い,いたので、こと、あ、こと寝技に、寝技では裸も体格差も力道山に、 戦する理由にはならなかったと思います。うん。なるほど。これは高か北島さんという方からのコメントです。うんうん、はい。これはどういうことか、うん。うん。ですから、まあ、おそらくですけど。うん、うろ覚えですけど、私たちが。うん、あの。裸。 裸での試合だったので、うんうん、柔道着を着てない試合ですよね、うん、力道山対木村戦というのが。うん、で、力道山の方が体格で勝ってると。だから、いくら寝技が強いとは言っても、うん、裸では木村さんも決めにくかったんじゃないかみたいな話が出たんだと思うんですよ、うんうん、この回で。それに対してのコメントですよね。うん え木村の寝技での得意技は柔道着を使わない腕絡みで、うん、これは試合での決まり手としては代名詞の大外刈りより多いくらいで、うん、また当時の柔道でも山口俊をはじめ力道山より体格で勝る相手は何人もいたと、うんうん、柔道の試合においてもですね。 こと寝技では裸も体格差も力道山に苦戦する理由にはならなかったと思いました、うん。だから木村さんがそこまで力道山さんに苦戦しないっていうおっしゃって、ね、たと、うん、え裸であったとしても、決めれるときは決めれるぞという。そうですね。はい、あの、まあ分かる木村派、力道山派、木村派でいうと木村派。うん 木の方です。木村派っていう表現、ちょっと、んーどうかな。まあ、うんうん、分かりやすく言うと、そういうことですよね。はい、うん。グレイシーが出てきたときに、木村正彦という人が再評価されたのは、エディオンに勝ったことがあるのと同時に、木村正彦がやっていた柔道、寝技次第の高線柔道だったというのもあるんですよね。その流れに中井勇樹、うん、中井さんが、 中井さんという人もいたり中井勇気という人もいたり寝技主体の高専柔道七手柔道ですよねうんなるほど結構あのいい意味で真面目にコメント頂いてそうですねはいはいはいだからこう正論何ていうんですかね曲がった考えなまっすぐなんで すごくいいコメントだと思うんですけど、うん、なるほどね、なんか、反論するって感じじゃないですね、ちょっとするコメントですよね。はいうん、なるほど。ですから、格闘技界の中では、うん、やっぱりその高専柔道とか、うん、え七艇柔道も大きなターニングポイントというか、大きな位置づけなわけですよね。で、そこにグレイシーが出てきたときに、はい 木村雅彦対エリオ・ブレーシーというのがブラジルであって、後々再評価されていくという。4話目いきますか。4話目のコメント、はいはい。4話目はちなみに、えー、藤波辰巳、力道山対木村さんを語る。うん、この頃の日本のプロレスには、レスリングのレの字もなかったのかと思います。4話目というコメント、ごめんなさい、タイトルですね。あれあ、タイトルですよ。 で、コメント。上から、田村。とにかく、ヘッドロックの取り方ってあるんですか左右を置いといて。いや、その左右のことに藤波さんは言ってんじゃないのこれ、おそらく、これもうる覚えですけど、田村さんが、ヘッドロックの取り方っていうのはあるんですかその前に、えっと、プロレスには右。 左でヘッドロックを取る、はい、右でヘッドロックを取る、はい、ロープに当たっていくときも、右から当たっていく、あるいは左から当たっていく、えー、日本のプロレスとルーチャリブリでは逆だよみたいな話をしていて、そこで田村さんがヘッドロックの取り方ってあるんですか、左右は置いといてと言ったことへのコメントなんでしょうね、これは。<の>里さんのコメントですけれども、うん えっと藤波さんが言っているのは、うん、要は左右のことを藤波さんは言ってるんじゃないのか。だからこの力道山対木村戦の頃は、うん、まだそのヘッドロックの取り方すら習ってない。レスリングのレの字もない。いうのはそういうことを言ってるんじゃないかという。これちょっと聞き直しながら 何を言ってたかわからない部分がありますけどです、ね、まあまあちょっと,とあのコメントありがとうございます今回他のプロレスラーの方の証言を受けての考察、うん、とても面白いですありがとうございます、はい、お互い次いきましたお互い信頼関係がない恐怖もある恐怖もある野心もあるキレもキレやすくもあるあるこの辺り力道山の心理分析が興味深いかな,、うん、あなるほどはい はい,はいはい。これはですから、この回、第4回のお話を聞いていただいた上で、コメントしていただいているということですね。5話目いきますか。5話目。はい、うんえー。ちなみにさっきのローズガーデンさんと、それから、えー、トワスト研究所さんからのコメントでした。はい、トワスト総研さんだ。もう失礼いたしました。5話目。はい。5ア目。 今ね、ごめんなさい。回線が僕遅いな。うん、今、線のせいにしました。回線回線のせいにしました。回線が今遅い、あ、来た。10件。お、<coughs> 10件。えー、友人さんのコンディション、コンディションの発音,で発音もですが、田村さんのブロディの発音もおかしいと思います。あ、<laughs> あ<ー>これコンディション、ブロディの発音、どんそういきますか コンディション言ってみてください。コンディション。コンディションって言ってませんでしたっけコンディションって言ったの、田村さんじゃなかったです。コンディション。コンディションコンディション多分コンディションって言ったような気がします。そうですか。で、僕が、ちょっと言ってみてください。コンディション。あ、その次です。はい。コンディションいや、この次、コンディションの次。何ですかブ、ブ。ブロディ。はい。 ブロディ。ブロディ。ブロディブルーザー。ブルーザーブロディ。ブルーーザブロディ。はい、ブロディ。え、田村さんは何て言ったんだろうコンディションの発音もですが、田村さんのブロディ。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 ブルーザーブロディ。これは山るさんからのコメントですけど、うん、ブルーザーブロディ。うん。 って、私は言いますかね。ブロディー。もういいか。<laughs> いいですね。ひょうだる <laughs> でも、うん、コメントは面白いですね。このコンディション、はい、ブロディー、コンディションブロディの発音。藤浪さんのファンだった田村さんらしい、田村さんから嬉しいという、田村さんから嬉しいという言葉を聞けて嬉しいです。うん 藤波さんも格闘経験も喧嘩の経験すら皆無で日本プロで入った選手ですけど、猪木さん、長いかな、猪木さんに憧れた人だし、猪木さんの付き人でマナンデスでゴッチさんにも鍛えられた選手だからね、優しいといえばいざという時にのために、所が刀は備えてますよね。足裏原戦とか藤波さんが懲らしめ、制裁したと言われる試合もいくつかありますよね。 ア、うん。ュラ・ハラさん、どういうことですか藤浪さんが懲らしめたんですか、アシュラ・ハラを。なんか腕十字をずっと話さなかったとか、うんそれが制裁試合として取り上げられたりとかっていうことではないですかね、ぱ、うんうん、っうパッと思い出せないんですけど、うんうん、なるほど、はい、コンディションの下り最高ってありますね。どこですか、えー <laughs> 本当だ FXDB さん。そんなに。うん。コンディション。そんな飛ばしますコンディション。うん。コンディション。コンディション。コンディションコンディションって言ったんじゃないですかね。コンディション。あの、ヒョードルヒョードル。ヒョードルあの、それは、あの、まねしてるからそうなっちゃうんじゃないですか。 でもっち、ドルですね、どっち派ですかヒョウドルです。ヒョウドルです。ヒョウドルです。ヒョウドルで、こ、うん、えー、おた、お誕生日をおめでとういます。実、ありがとうございます。実際、これだ、ちょっと待って、コメントでお誕生日をおめでとうございます。はい。私からの回答でありがとうございます。はい。実際あれば、坂口さんが一番強かったのかもーが、はい。坂口さんでも藤原さんが巡業パスのスピーカーを壊したときも、 藤原さんの仕業とは、分かれ、分かれば何もしなかった。何も言わなかったと言いますね。ポリスマンやってくれるから、藤原さんには特別詩という特別な配慮をしてたのかな。うん。なるほど。こういうことがあったってことですね。はい。前田さん、めちゃ、めちゃくちゃ藤波さんを尊敬していますよね。うん。うん。コンディションの下り最高。 誕生日をあ,ありがとうございます。これは収録したのが12月だったってことですかねだそうでしょうね。そうですね。うん、じゃあ12月からこの力道山、うん、木村戦についてのテーマで話しているということは、うんうん、12、1、2、3、4か月ぐらいやってるってことですかああ、引っ張りますね。すすね引っ張りますね。引っ張るつもりはないんですけど、うん、そうなっちゃいますよね。うんうん、えっ、ー、と、 6話目。はい。最後ですかね。はい。藤波さんは6話で終わりですから、うん。六、ね、6話のコメント。<laughs> ちょっと待って、まだ遅い。はい、また、ちょっと、あの、リ,ルリロードに時間がかかってます。はい、ちょっと遅いなぁ。どうされましたいや、あの、更新がちょっと遅いです。 えー、コメント8件<う>、えー、終盤すげえいい話してんのにすでにくみを失ってる田村が、うん、あの日のオブライトと重なるどういうことだどういうことだこれ <laughs> <え>終盤すげえいい話してんです、うん、まあいいかいいいいですかねこれあの日の何,何で知ってあの日の何と重なるって,言ってるあの日のオブライトと重なる 田村さんのこと言えないんです。私もまだ出てないんですよ。コメント <laughs> <laughs> 実は <laughs>。<laughs> あれ、藤波さんって6話まであります ?6 話あります。ありますかはい。出てこないな出てこないですかなんでだろう。うん。ちょっと進めてます、ね、はい、どうぞ。無効支援すればいいのになぜできないのか聞 はい、ああは、これは力道山、木村戦をあ。力道山、木村戦が向こう試合にすればいいのにな。なるほどね。どねあ確かに、公式発表では力道山の勝利ですもんね。んえー、ここだ。うわー、こぼけてるかな、えー。力道山が15分49秒、TKO っていう形で公式記録。うん 61分3本勝負が1本目15分49分 TKO、木村さんが黒星。で、2本目が、えー、試合続行不可能により棄権ということで、力道座が王座を獲得という表現になっています。<laughs> 田村さんダメよってこと。<laughs> ダメダメ。どういうことだよ、これ。森秀樹さんからのコメントですけど。田村さんダメよ。森秀樹あの、ユーザーネーム。 ですねああここあの、アイコンクリックしたら、お名前が出てくる。クリックするんですかクリックするとど、はい、飛ぶんじゃないですかどっかに。え、今、クリックしていただきましたあ、本当だ。うん、あ、飛ぶんですね。うん、あのかわ、変わりますでしょ。はい、変わりますでしょ。<laughs> <laughs> 変わりますね。<laughs> <laughs> はい。 ありますでしょ今何かこう、あの、セリブのお茶会に行ったような <laughs> 気がしましたけど、はい、すいません。はい、えー、編集長の友人、面白かったです。おお、いいじゃないですか。ありがとうございます。うん、<laughs> 意味あります、その台はもう <laughs>。一応15分、えー、15分でこう切っていこうかなという。うまさだけでは芸術ではない、まさ,のまさにその通りですね。何 年経っても色あせなく語れる試合が好きです。うん、ありがとうございます。力道山の娘さんが晩婚の木村さんに力さんを怒ってたけど、あれ、金敵は本当にわざとなか、わざとじゃなかったんだよって言われて、言われたって証言していました。力道山の娘さんが、うん。晩年の、うん、木村さん、木村正彦さんに、<ー>力さん怒ってたけど、 あれ、金的は本当にわざざじゃなかったんだよって言われたと証言してましたね。力道山の娘さんがね晩年の木村さんにそう言われたと。ZZZ さんからのコメントで先ほどの「うまさだけが芸術ではない」まさにその通りですね。何十年経っても色せなく語れる試合が好きです。というコメントは金ンマンデスさんからのコメントです。 藤波さんは師匠の師匠である力道山ひいき、こひいき。うん、力道山ひいきをしないでフェアだなと思いました。しないでフェアだと思いま、うん、トワスト総研さんからですね。うん。藤波さんでもまあ接点ないですもんね、<laughs> ね力道さん。そうですね。だから師匠の師匠。うんえー、師匠がアントニオ猪木なので、うん、その師匠である力道さ、うん。うんうんうん。うんうん、これ、なんて言うんですかあの 孫弟子とかいう言い方しますけど、はい、師匠の師匠はなんて言う言い方するんですか分かんない、うん、師匠の師匠。どういう表現するんですかね。うん、でもまあおじいちゃんですから、家族構成でいうと。うんうん、おじいちゃん、俊波さんが子供で力道山の、力道山おじいちゃんは、もう、うん 藤波さんがおすもう物心作る前に亡くなってるっていうそうですね、プロレス入りする前にもう亡くなってますから、うん、藤波さんがプロレス入りする前にですね。これがね、リギドー山さん、うん、アントニオ猪さん、うん、藤波さんって、うんこ、この3人が同じ境遇にいると、うんうん また藤波さんものコメントもちょっと違ってたのかなああ、そうですね。すね接点あるないっていうのは微妙にやっぱり関わってくるかもしれないですね。うん、はい。これ一番最初に田村さんが読み上げた、うん、終盤すげえいい話してるのに、すで、うん、に聞く気を失ってる田村があの日のオブライトと重なる。これちょっと意味深なコメントです。マジックモーメントさんからのコメントですけど、どういう意味なんだろう。<laughs> どういう意味なんですかね。<laughs> どっちに捉えていいんですかね。うん 無料無料あの日のオブライト戦と重なる、うんうん、重なるということは、田村さん、オブライト戦は途中でもうやる気を失ってたっていうふうに、この方には見えたということですかね。それは、どの試合ですかね、オブライト戦はね、僕、うん、おそらくその副音,、うん、音試合のこというですで、ねね、に聞く耳を、どういうことだ聞く耳を失ってる田村。聞く気を失ってる田村。 こかまあ終盤すげえいい話してるのにすで、うん、にを聞く気を失ってる田村、まあ、それはこの収録の話だと思うんですけどねうん、うん、であの日のオブライトと重なるこれはオブライト戦ということだと思うんですけどうん、うんうんうん、どういうことですかねこっちもやる気がなくなってる 実際どうでしたか、その不穏試合と言われたオブライト戦だと仮定して、うん、あの試合、途中でやる気がなくなりました、うん、やる気はなくなってないです,ですよね、<う>私もそういうふうに見えましたけれどむしろ、オブライトの方がやる気がうせてるような場面もあったと思いますけどね。 なるほどぼまあどっちにしても、僕があの聞く気を失ってるってことですね、あの失礼に移ったってことですよねいや、失礼かどうかは分かりませんけど、うん、聞く気がな,なかったように移ったということですよた、ね、ぶ、うん、多分なんかね、どっかで、うん、こうスイッチ入っ友人さんがスイッチ入っちゃったんだと思います。 聞き聞きを失ったのかもしれないなんかスイッチ入ると、はい、とりあえず聞いとこうかなっていう僕もスイッチ入っちゃうんで <laughs> 気持ちよくやっていただけたらこのコメントからたぐっていくと、うん、要はプロレスをじゃあ格闘芸術だと仮定した場合に、うん、芸術っていうのはうまい絵を描くことだけじゃないよ、うん、みたいなことを喋ってたんだと思うんですよじゃなくてだからこの力道だった木村戦も綺麗には見えないし、うん 今の時代から見ると面白くない部分も多々あるけれどもこの試合で描かれなかった影の部分であるとか描ききれなかった余剰の部分とかが今の時代まで語り継がれているんだろうというような話をしてたような気がしますけどじゃあ、もうこれ、藤山さんの件、終わりましょうか、一回、KOK。 死を受け。死を受け。<laughs> 大丈夫ですか死を受け。死を受け。若、OK、ここ数回。<laughs> これ、一回切れますね。そういう意味で。ありがとうございます。ありがとうございます。